どうも、今日はシンプルなんですけども、ここのビバリウム水槽のね、メンテナンスしようと思います。植物がね、放っておいたらすごく生い茂ってくるので、ちょっとカットして、そうだな、ここら辺のちょっと上まで行っちゃってるところとかちょっと減らしていこうかなっていう感じで、やっていこうと思ってます。ちなみに生態は、思い出した、イベリアトゲイモリが入ってますね。なんかこの葉っぱは別の場所に入れておくとまたなんか葉っぱから葉っぱが生えてくるそうなので、これは違うところに入れておきます。カットをがっつりしてるとね、いつも切りすぎちゃうんですよね。で、今日はちょっと多めに残そうかなって思ってます。真ん中のこれね、狙って生えてきてるんじゃないですよ、このなんかモケモケのやつ。これなんかうまく切り取ってこっちに入れたいんだけどな。こういう移植ってできるのかな、わかんないけど、とりあえず入れてみようか。これなんだろう。というのも、いつも僕この辺にしか餌入れてないから、この辺探してるんですよね。陸の上に上がって歩いてるところもちょいちょい見ます。今やばいことにね、僕上から3箇所水が垂れるようにね、ちょっと仕組みとして作ってるんですけど、今なんか水出てねえじゃんと思ってみたら、ホース1本下に落ちてて床が今びしょ濡れになってますね。でこれ前に紹介したかどうかちょっと覚えてないですけど、これでガラス面拭くとすごい綺麗になりますね。これ鏡とかをこすると、鏡の白い部分が取れるやつですね。白い部分なんていうか忘れましたけど、ダイヤモンドなんとかとかっていう名前です。ちょっと名前忘れちゃいました。まだ若干この辺ちょっと長いんですけど、今日はこんなところでいいかなっていうか、これで終わろうと思います。ありがとうございました。よかったら、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。